2024年、3月9日、16時21分、昨晩こちらの交差点のところでですね、青い着物服を着た、黒髪の女性、マスクをしていた、佳子さまかと思って声をかけたんですけども返事なしで、今ここに来ているのは16時半という佳子さまの声が来ていてここに来ています。以前も他の人もこのパターンでしたね。で、もうとにかく家行きなさいということで最終的にフミヒト様の、結論になりました。で、その最終結論がなぜ一からこういうふうに自分でこんなことしなきゃならないのか僕にはもう全然わかんないです。本当に先ほどからの時間経過、16時28分29分、まあもうこれぐらい待って周り見て誰もいなかったらもう意味ないでしょ。戻ります。気温前日、あれだけ下げて僕が、ここに立たされるというこの不可解なこの現象。